ロベルトフィソ、ロベルトフィソ、ロバートファイコ、1964年9月15日体は、スロバキアの法律家、政治家、同国前、首相、2006年7月4日から2010年7月8日、2012年4月4日から2018年3月22日、中道左派政党、スメル、方向、社会民主主義の党首、 フォークリフト作業員の父と靴販売員の母の次男として西部スロバキア県、現、ニトラ県で生まれる。1986年にブラチスラバ、コメニース大学法学部を卒業。1987年、スロバキア共産党に入党し、警報学研究員としてスロバキア科学アカデミー国家法律研究所に就職した。 後法務省法律研究所副所長を務め、1995年に退職した。また政府引用で1994年から2000年まで欧州人権裁判所の法律顧問を務めた。1989年のビロード革命で社会主義政権が崩壊した後、スロバキア共産党主流派が結成した民主左翼党に参加し、副党首に就任。 1992年の国民議会選挙で初当選した。民主左翼党は1998年選挙で連立与党として第一次、ミクラー・シュズリンダ政権に加わったが、自らの処遇への不満と、ベネシュ布告の廃止を求める少数民族、政党ハンガリー人連立党が同じ連立与党として政権に加わったことへの反発から1999年離党して下ヤ。 新党のスメルを結成して当初に就任した。その後2002年選挙で左派政党が惨敗したことを受けて社会民主主義路線を強め、2004年12月に民主左翼党や社会民主オルタナティブ、SDA、ソシャルノデマックレアティカアルテナティバなど中道派系の諸政党を休校する形で、方向、社会民主主義を結成。 基礎はポピュリスト政党である民主スロバキア運動のウラジミール・メチアルや民主運動のイヴァンガ・ガシパロビチ、ナショナリズム政党のスロバキア国民党のヤーン・スロタラ、野党各党の既存政治家を上回る支持を集める有力政治家となった。2006年国民議会選挙で、スマー・エスギーは29.1%の得票率を得て50議席を獲得して第一党になり、 SNS 及び人民党、民主スロバキア運動と連立政権を組んで首相に就任した。外国からの投資を呼び込み経済成長を実現した、全政権の経済自由化政策を受け継ぎつつも、左派政権として、賃金引上げや年金制度の改革などを実施して、軌道修正した。一方、与党、第二党の SNS 投資スロタの意向を組んだ。 民族主義的政策も展開した。2009年6月には、文書、看板、記念碑などに記載される公の情報をスロバキア語で記述しない場合に罰則を押すなど、公の場における少数民族言語の使用制限を盛り込んだ改正国家言語法、スロバキア共和国国民議会2009年法律第318号を成立させた。さらに2010年3月には、 スロダが提出した教育期間の1週間の修行前及び公共イベント開始前における国家聖書や教室での国旗掲示などを義務づける愛国心促進法案を可決させ SM 系のみならずスロバキア民主キリスト教連合民主党など野党の中道派格党が厳しく批判したこのため同年4月ガシュパロビッチ大統領は愛国心促進法案に署名せず 最新議が必要だとして国民議会に差し戻した。世界金融危機の影響で2009年の経済成長率がマイナスに転じ、失業率が15%にまで上昇する中、2010年国民議会選挙では、スマー SD が得票率34.79%で前回を上回る62議席を獲得して引き続き、第一党の座を確保した反面、 連立相手の SHZDS は議席をすべて失い、SNS も改選前の20議席を大きく下回る9議席にとどまって共に惨敗。与党が過半数を維持できなくなった。基礎は選挙後、第2党の SDKDS イベタラジジョバー、副党首、選挙対策本部長ら4つの中道右派政党に対して連立協議を試みたもの述べて拒否され、 中道右派連立のラジチョバーに政権を明け渡したが、新たに国民議会の副議長に就任した。2012年3月10日に繰り上げ実施された国民議会選挙でスメルは83議席と過半数を制し、4月4日に再び首相に就任した。2018年2月に記者のヤンクヤ役とその婚約者が遺体で発見されるという事件が起こり、 死んだ屈の取材内容が明らかとなるとヒ素への批判が噴出。3月14日、前田し総選挙の回避と後継者を自身の党から出すことを条件に首相辞任を表明。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。